射水市パクパククッキング。皆さんこんにちは。射水市では健康寿命の延伸を目指し、市民の皆さんに取り組んでほしい8つの行動目標を作りました。その中の一つが1日5皿の野菜料理で射水のエースを狙えです。野菜には老化を予防するビタミン A、C、E や高血圧を予防するカリウム、血糖値の上昇を抑える食物繊維など生活習慣病予防に効果的な成分が多く含まれます。健康づくりのための野菜摂取の目標量は1日 350g です。これは野菜料理の小鉢に換算すると5皿分に当たります。しかしアンケートによると、野菜を1日に5皿以上食べていると答えた人は4人に1人でした。7割の人は野菜料理を1日4皿以下と答えており、その中でも野菜料理をほとんど食べないと答えた人は若い世代に多く見られました。野菜の摂取量を無理なく増やすために、まずは今より1皿分約 70g 多く食べることを目指してみませんか。そこで今年度のパクパククッキングでは、季節の野菜ワンポイントをテーマに一つの食材について詳しくご紹介いたします。今回の食材はトマトです。野菜1皿分の 70g を食べるには、トマトなら約半分、ミニトマトなら5、6個です。おかずに添えるだけで彩りも良くなりますね。トマトが赤くなると医者が青くなるという言葉がある通り、トマトには体内でビタミン A として働く β カロテン、ビタミン C、ビタミン E やカリウム、食物繊維など健康に良い栄養素がバランスよく含まれています。中でもトマトの特徴はリコピンとグルタミン酸が多いことです。リコピンはトマトの赤い色素のことで、老化予防に効果のある強い抗酸化作用があります。またグルタミン酸は旨味成分なので、煮込み料理などに使うと美味しさが引き立ちます。このトマトの保存法、皆さんはどうしていますか？トマトは冷凍保存が可能です。きれいに洗ってヘタを取り、保存用の袋に入れて冷凍すると2ヶ月ほど日持ちします。ざく切りにしてから袋に入れ冷凍する方法もあります。いずれも冷凍すると生食とは食感が変わりますので、スープに入れたりトマトソースの材料に使うなど加熱用にすると便利です。冷凍により細胞が壊れ、甘みや旨味が出やすくなっているので一石二鳥ですよ。今回は冷凍したトマトを使った BLT スープを紹介します。 BLT とはベーコン、レタス、トマトのことです。 BLT スープの材料は2人分で、ベーコン 40g、 レタス 2、3枚、ざく切りの冷凍トマト100g、 顆粒のコンソメ小さじ2、水 300ml、 粗挽き黒胡椒少々です。作り方は、まずはじめに鍋に水を入れ、沸騰したらコンソメを溶かします。次にレタスを洗って一口大にちぎり、ベーコンを2センチ幅に切ります。ベーコンと冷凍トマトをそのまま鍋に入れ、中火にかけ
スープが沸騰したら火を弱めます。2分ほど煮たらレタスを入れ、一煮立ちしたら火を止めます。レタスのシャキシャキ感を残し色よく仕上げるのがコツです。最後に器に盛り黒胡椒を振ったら出来上がりです。スープは味が薄いと感じれば調味料を加えても良いですが、トマトの旨味効果で十分美味しいので試してみてください。またレタスは少し固めの外側の葉も捨てずに利用できるので食品ロスを減らすこともできますよ。おまけでおやつにもぴったりな冷凍ミニトマトを使った一品を紹介します。冷凍したミニトマトは水につけて皮を剥き、お好みで蜂蜜などをかけてアイスとして食べることができます。とてもヘルシーなのでダイエット中の方や子どものおやつにいいですね。これからは美味しいトマトがお手頃な価格でたくさん出回ります。上手に保存していろいろな料理に活用しましょう。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。パクパククッキングでした。